こんにちは、なりです。今回のゲストはギャルのともちんさんです。お願いします。ともちんです。よろしくお願いします。緊張してるんだってね。あ、そう緊張してる。今回ね、日本在住のともちんさんのギャルという職業をね、聞いていこうと思うんですけども、はい、大好き。めちゃくちゃ楽しい回になると思うんで、ちょっとよろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまずですね、ともちんさんの自己紹介をちょっとお願いできますか。こう現在の活動とか。ですね、私は職業ギャルをやっているともちんと申します。一応ブラックダイヤモンドフロム2000っていう黒ギャルユニットに入ってるんですけど、最近は個人的にいろんな方とコラボして、こういうナーリさんだったりとか、まあいろんな起業家の方と一緒にこういうお話、討論会って言うんですか、こういうの、はい、コラボでいろんなお話とかしたりとか、ラジオ配信したりとか、 YouTube チャンネルやったりとか、ちょっといろいろ手を出してます。そんな感じで、ちょっとまあ職業をギャルっていうことで、ギャルをメインに活動しています。僕そのギャルっていうと、僕のすみません勝手なイメージなんですけど、いわゆるこの僕の時は高校生の時にギャルっていう言葉が流行って、その職業ギャルっていうと、なんかそのどういった定義というか、ちょっとその辺もうちょっと詳しく教えていただきたいなと思うんですけど、ギャルってそもそもどういったこう人たちのこと言うんですかね。ギャルは、まあ、あのいろんなパターンがあると思うんですけど、はい、私の中のギャルは、まあ、一応見た目だけで言ったらちゃんとブリーチしてる、爪長い、うん、あとは派手な服装をつけまつけてる、カラコンしてるは絶対マスト。それよりも一番大事なのはギャルマインドの方で、はい、ギャルマインドって聞いたことあります？ともちんさんの YouTube でギャルマインドを拝見しました。あそこで初めて知りました。なんか私の中では結構常識用語になっちゃってるんですけど、まあ、ギャルマインドっていうかっていうのは、ギャルを心に飼ってる状態なんですけど、うんうんうん、私あのギャルになったの令和の始まりからなんですよ。去年、本当にギャル歴1年ぐらい。そんなにそもそもギャルの見た目とかに興味なかったんですけど、ギャルって面白くて頭が切れて心根が優しいっていうイメージがあって、姫ギャルパラダイスっていう漫画があるんですけど、その漫画を去年の夏に読んだ時にビシッてきて、アンテナが立っちゃって、ギャルになるしかないと思ってギャルになったんですね。で、もともとギャルマインドは持ってたので、あとは見た目だけギャルになればもうギャルになれるなと思ったので、一発発起してギャルになりました。その10代の時にギャルだったってわけではなくて、うん、本当に去年そのマインドがギャルだから見た目をギャルにしたってことなんですね。そうてか、なんかあの、それもあるし、ギャル来るなって、なんかギャルセンサーが働いてるし、そういう能力あるんですけど、なるほど。ギャルになったら可能性広がる可能性があるなって自分に思って、はいはい、でギャルになったら、まあ、トントン拍子にブラックダイヤモンドにも入ったし、こういう風に今ギャルっていうコンテンツを使っていろんな人と絡めてるから、ちょっとうちの読みは当たったって感じ。具体的にギャルマインドって何ですか？ちょっともうちょっと詳しく教えてください。ギャルマインドっていうのは、はい、まあ、私の中の定義ですけど、はい、まあ、人の痛みも分かる、心根が優しくてけど強い女で、芯がある、芯があってぶれない、まあまあ面白さもある、なんだろう、魅力的な女性だからね。あのギャルマインドっていうのは人類みんな持ってると思うんですよ。人類みんなギャルだと。そう、実はギャルなんですよ。そうマインド持ってるけど、でもまあ別に見た目もいろんな好みがあるじゃないですか、はいはいはい、あと性格だったりとか、はいはい、そうけど、なんかギャルってやっぱ言葉も面白いし分かりやすい存在っていうか、うんうんうん、だからみんな最近ギャル最高みたいな風潮あるんですけど、多分みんなそれは心にギャルは多少なりとも勝ってるから思うことであって、みんな人類実はギャルなんです。でもそれ面白いですよ。実はこうシンパシーを感じるからってとこなんですね、そのギャルへの。なるほど。僕の、いや、本当高校生の頃ギャルとかってこう、なんかいわゆる僕の世代ですけど、チョベリワとかってご存知ですか？はいはい、チョベリワとかチョベリグとか、チョベリグラフィネって服出してますよ。そう、そういうのやってて、僕イートモとかにギャルが出てて、それを見てた世代なんですよ。本当にギャルって実はちょっとこう優しさを持ってたりとか、そういう全然違った一面があるんですね。
見た目だけじゃないですね。まああの世間的に見たらギャルイコールちょっと派手で汚くてちょっと常識ないみたいなイメージあると思うんですよ。まあそういうギャルもいますけど、私はなんか見た目だけギャルっていうのはあんまり認めてなくて、自分の中では、ちゃんとあのギャルマインドが備わってる人がギャルだと思ってます。そうギャルマインドっていうのはともちりさんの中ではこういわゆるこの芯となるところなんですね。それがないとギャルとはまず言えないと。見た目だけじゃギャルではない、逆にってことですね、見た目だけギャルだったら、まあ、あの画面上ではいいんじゃないですか。インスタだったりとかツイッターだったりとかでギャルっていうのはいいと思うけど、私が好きなギャルではない。あ、なるほど。いろんなギャルから、ね、ギャルの中でも人によって、人によってギャルの基準は違うと思うんですけど、私はなんか見た目より、まあ、見た目もある程度ギャルではあってほしいけど、見た目よりマインドの方が大事です。じゃあ去年そういったのに出会って急にもうこれだと思ってギャルになったわけです。そうです、そうです。もうそもそもなんか私、はい、転職とかも5回とかしてて、これやりたいと思ったら速攻そっちに向かってエネルギーつぎ込むみたいな癖があるから、もうギャルやっちゃおうと思ってそこをギャルに移転しました。去年ギャルになってどうですか？ご自身の生活だったりとか何かって結構やっぱ変わったりされたんですか？まあそうですね、なんかキャラクターを全面的に出せるようになったから結構生きやすくなりましたよ。じゃあもともとなんかああいうちょっとすみません、今日あの YouTube の出してるともちりさんのギャルって本当にめちゃくちゃ、はい、なんてギャルじゃないですか。テンションが。はじめまして、職業ギャル、性別ギャル、口癖アゲのトモギャルです。楽しみにしててください。今日は割と結構なんか僕的には落ち着いて喋ってくださってるんですけど、でもそれでもちょっとギャルっぽい言い方というか、なんか難しいっすね。これなんて言ったらいいの？わかりますよ。あの私は2パターンあってキャラクターが、結構おバカキャラ、ギャルキャラ全開みたいなキャラもいけるし、こういう風に淡々と喋れることもできるかな。でもまあやっぱりベースはギャルなので、ちょっとね、アッパーな感じに喋るけど、どちらにマジレスもいけるし適当な答えもできるしみたいな。前回インタビューしてた米尾さんがやってるギャルチャンネルっていうラジオ、スタンド FM のラジオでは私はすごい結構みんなが世間が描いてるようなギャルを演じてます。なるほど。両方ともご自身なんですね、そこが。両方とも私です。いやぜひね、そのともちりんさんの YouTube 見ていただきたいですよね。あの概要欄にリンク貼っておきますけど、もちろん。はい、ありがとうございます。話が戻っちゃうんですけど、その僕のそのともちりんさんに出会った経緯の周りの方が、ともちりんさんが命名が得意だと、ギャル名みたいなのですか、なんか。もしここで僕にもちょっとなんかつけていただけると嬉しいなって思うんですけど、いいよ、なんかあります。あ、いいですか、ありがとうございます。あ、考えてくださったさん、ありがとうございます。はい。はい。あの、なりめろ。なりめろ。うん、マイメロみたいな感じ。かわいいです、なりめろ、いいですね。かわいい。なりめろですね。そのメガネの縁、黒じゃなくてピンクにしたらかわいいよ。マジっすか。いや、僕実はロンドンに来た時、ピンクだったんですよ。ガチです、ガチ。ガチです、ガチ。いた。ピンクの方がいいですか、やっぱり。やっぱね、黒はね、オーソドックスだからね、やっぱピンクがいい。ピンクで光ってる方がいい。なるほど、それ初めて、うん、嬉しい、初めて言ってくださいました、それ。僕、昔ピンク、はいはいはい。派手な方が、やっぱ運気上がるから。あ、なるほど。そうなの。派手なもの好きだからね。そう、実はちょうどその質問聞きたかったんですよね。その、ともちりんさんって YouTube で、宇宙の法則っていうのに関して配信してるじゃないですか。そうです。めちゃくちゃ興味あるんですけど、宇宙の法則って何ですかっていうか、ちょっと教えて。なんか結構一時期暇な時があって、暇な時にまあギャルやる前からか、なんか昔から私魔法使いたかったんですよ、バカみたいだけど、はい、なんか思っただけで叶ったりしないかなって思ってた時に出会ったのが引き寄せの法則っていうのがあって、はい、なんだよこれ、うさんくせえと思って、じゃあ試してみるかと思っていろいろ知識入れて試してみたら結構ガチで、え、ウケると思って、でそこからいろいろうちの法則調べていって、なんか全部うさんくさくて面白いからハマりました。なんか宇宙かけるギャルってやったら面白いかなと思って、ちょっと今いろいろ試してます。
それ具体的にどういった引き寄せの法則で、うん、そのご自身にこうなんか来たこととかって何かあるんですか？めちゃめちゃいっぱいあるんですけど、はい、私が得意な引き寄せは、はい、会いたい人に会えるっていう引き寄せ でそれが別に芸能人だろうが、あの全然つながってない人だろうが、もう絶対この人と会いたいと思ったら絶対会えるっていうやつが得意で、例を挙げるとケイティ・ペリーいるじゃないですか。アメリカのめっちゃ大人気歌手、レディー・ガガぐらい大人気な歌手なんですけど、その人に会えたりとか、ケイティ・ペリーが日本に来日公演の時に、はい、ミート&グリッドっていうのに当たったので会えたんですよ。そう、あの何万人のかな、5万人中20人とか、すごい、そのぐらいの確率のやつに当たったりとかYouTuber のケミオくん知ってます？まあ今あの大人気な日本の YouTuber なんですけど、アメリカに住んでて、はい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 、多分ケミオくんって言ったら分かる人いっぱいいると思うんですけど、はいはいはい、私ケミオくんに会うのずっと夢だったんですよ、高校生ぐらいの時、はいはいはい、専門学生ぐらいの時から、去年ついにケミオくんに会えて、はい、一緒に写真撮ったり話したりしたりとか、あとは一番大好きな俳優が、これも知らないと思うんですけど、三浦春馬って知ってます？いやちょっとすみません、全然勉強不足で、やばい、全部芸能人弱いですね。弱いです、すみません、ね、はい、でもあのデザイナーあるあるだから、で、にあの去年会えたりとか、いろいろ人に会えます。あと働きたい環境で働けたりとか、あとブラックダイヤモンド自体も、別に私その時見た目全然ギャルじゃなかったんですよ、オーディションの時。けど、まあ、一次審査を受かって二次審査のオーディション行った時に全然周りのギャルとは見た目負けてたんですけど、マインドが伝わったのか受かりました。あんまなんか重大なこととして捉えてないです、引き寄せの法則は。割と普通じゃないって感じ。なるほど。それはなんか秘訣はどういったところにあるんですか、そのともちんさんがその出会えた秘訣みたいなのって。秘訣はずっと妄想してますね、妄想。会えた時の妄想だったりとか、はいはいはい、てかもう会った気分になってたりとか。あ、でもそれはちょっと僕も分かります。僕も自分のやりたいことは割と具体的にイメージするようにしてますね。それと近いんですか、ね、はいはい、それですよ。てかなんか多分それ普通の法則って言うのかなって感じなんですけど、はいはいはい、あ、でもイメージって普通にできるじゃないですか。きっとできない人が多いから、ああいう類の動画が出てんだろうなと思って。あとは切れること、ブチ切れたら割と叶います。どういう経験ないですか？なんかなんでこれ叶わないの、腹立つって思ったら叶うとか。悔しさをバネに頑張るみたいなのはありますけど、ちょっと近いんですかねそれは。多分悔しさをバネにできないと、悔しいと思ったものが速攻怒りに変わるんですよ。なるほど、なるほど。なんで叶わないんだよ、ムカつくってなって、うん、で多分エネルギーの中で怒りって一番強いんですよ、パワーが、うんうん、で多分それをうまく私は使えるから、うん、速攻叶うみたいな。なんか聞いててすごくわかります。そのなんか例えば何かこう案が、自分の出した案が通らなかったら悔しいと思って、そこでもう一個乗り越えてやろうと思って、こういいものができたりとか。そんな感じかもしれない。ブラックダイヤモンドもなかなか連絡が来なくて、最初落ちたかなと思ったんですよ、やっぱり見た目のやつで、うんうん、落とすとかえみたいな、趣味悪くないって思ったんですよ。センス、私落とすとかセンスなくないって、半切れ状態で待ってたら速攻来ました連絡。すごいですね。いや面白い。そうやって今ね YouTube も活躍されているってことなんですけど、今後、そのギャルとしてどういった活動をしていくとか、はい、今後のその、はいはいはい、なんか実現する展望みたいなのってなんかあるんですか？いっぱいあるんですよ。まずはあのバラエティ番組に出たいんですよ。このギャルっていうキャラクターを使ってテレビに出たくていろいろ始めたんですよ。あとは今みたいな感じでいろんな界隈の人かけるギャルの架け橋になりたい。これもその一つってことですね、うん、じゃあいわゆるロンドンの一つで、そう、僕のデザイナーとかけるギャルっていう対談みたいな感じですね。そうそうそう。だから今現在結構1年前に思いついたことが形になってる途中です。そう、結構いろんな方から声かけていただいたりとか、まあブラックダイヤモンドに入って、そこアベマプライムっていうアベマ TV の番組に出たりとか。え、結構そう。それはアベマプライムは知ってますよ、もちろん。あ、知ってます。はいはい、そこは知ってました。見たですね。特
こでは、でもそこで思ったことがあって、はい、そこでは結構おバカなギャルキャラを求められてたんですね。深川亮さんが MC だったんですよ、その日。だけどなんか深川さんに速攻で、ともちんさん実はバカじゃないでしょってバレて、そこからなんかキャラ崩壊して、なんだろう、求められてるキャラクターできなかったなっていうのがあるので、結構そこは差別化図んないとなって反省しました、あの番組で。このテンションになっちゃったりしたので、もっとアッパー感を極めなきゃって思いました。なるほど、いわゆるあの YouTube のともちんさんの感じっていうことですかね。そうです、そうです、そうです。自分で見て引きますもん、なんでこんなテンション高いんだろうって症状なのかなと思います。パキってんなと思います、いつも。いや、めっちゃ好きですよ。あの背景もいいですよね。あれはスタジオかどっかで撮影されてるんですか？あれ友達ん家でセット組んでやりました。友達ん家の家がなぜか壁が青 で赤ちゃんのポスターとかあったから、しかもなんか石みたいなのもあって、何これと思って、めちゃめちゃ雰囲気出るじゃんと思って作りました。こんな感じで、ちょっと時間もね、まだまだちょっとお話したいこといっぱいあるんですけども、時間も来ましたので、で最後にあのともちんさんの方から、なんか告知とか宣伝があれば、ぜひこちらをね、なんかあればお願いしたいんですけど、はい。あの、ブラックダイヤモンドとしては、ちょっと今コロナ期があって、いろいろ活動できてないんですけど、まあ、ぜひツイッターフォローしていただければなと思うのと、個人的に最近は、まあ、YouTube もそうなんですけど、スタンド FM のアプリでラジオ配信にハマってるので、よかったらスタンド FM のアカウントフォローしてください。はい、リンクに入れておきますので、ぜひよろしくお願いします。スタンド FM の方も皆さん聞きに行ってください。はい、そこではどんな、スタンド FM ではどんなともちんさんが見れるんですか？ですね、2番組あって、まず1個目があのギャルの部屋っていうタイトルで、私がパーソナリティを務めてて、でこの前あの番組に出た米尾さんと一緒にやり取りしてる番組なんですよ。だから視聴者になんかこうギャルにやってほしいこととか質問とか皆さんに求めてるような番組なんですけどあの私個人的にやってるのはもう私の素の部分、ギャルチャンネルの方では結構アッパーな私、自分個人の方では素のこのテンションの私みたいな感じです。ギャルの素とギャルへなんか質問がある方はぜひスタンド FM から行けばともちんさんと会話できるってことですね。会話できます。なるほど、じゃあ皆さんぜひ見てみてください。はい、お願いします。お願いします。じゃあそういう形で、オッケー、ありがとうございます。じゃあ今回のゲストはギャルのともちんさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今後も、ね、こういうふうにイギリスに限らず世界中の、活躍している方を紹介していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。この動画が、ね、いいと思った方はぜひグッドボタンお願いします。では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。